つもお世話になっております。バイク専門映像クリエイターの青井茂雄でございます。本日は私の愛車、こちらのセロ250ファイナルエディション、こちらを長期間乗ってみて感じた悪かった点を5つストレスポイント順に並びましたので紹介しようと思います。また今回の動画とは別に、逆に今度は良かった点の5選も挙げておりますので、よかったらぜひぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。悪かった点第5位、オンロードではそんなにアドレナリンが出ないっていうところです。確かに林道とか走ったらすっごいエキサイティングできるんですが、オンロード普通の舗装された道を走っていると、どちらかというと安心感の方が強いので、アドレナリンはそんなに出ないかなと思いますが、ストレスはほとんど感じない。ストレスポイントは1ポイントです。これなんですが、メーターやっぱりシンプルに作られているので燃料ゲージがないんですよね。一応トリップ計をその都度リセットして200キロ走るごとにガソリンを満タンに積むようにはしています。少なくなってくると給油ランプがつくんですが、給油ランプがつくまではどのくらいガソリンが残っているのかっていうのはなかなか分かりにくかったりします。特にトリップメーターをリセットし忘れた状態で長期間乗らなかったらもうさっぱり分からなくなってくるんですが、気をつければいいだけの話なのでほとんどストレスは感じません。ストレスポイントは3ポイントです。はい、こちらのセロ250、排気量は 250cc の単気筒エンジンです。やっぱり高速道路しんどいんですよね。速度も60キロを超えてくると結構しんどいです。となると一応法律的には高速道路も乗れるんですが、結構しんどいばっかりです。本当言うと高速に乗って結構遠くの面白いスリリングなところとか行ってみたい気持ちもあるんですが、やっぱり高速にあんまり乗りたくないので、どこかに行くのは下道にばっかりなってしまいます。とは言いながらも近隣でも十分楽しめますし、下道だけでも相当活動範囲は広く行けますので、ストレスポイントは5ポイントぐらいですかね。はい、私はこのセロ250ファイナルエディションとは別に BMWS1000RR とトライアンフボンネビルボバーを所有していますが、 S1000RR とボンネビルボバーはジャンルは違えども、いわゆる一般的に誰が見てもかっこいいバイクっていう風になってるんですが、こちらのセローの方はあまり知らない人にはこのかっこよさって分かってもらえません。かっこいいというかすごい可愛いんですけどね、この可愛さっていうのもなかなか分かってもらえないのもこのセローの欠点かなと思います。とは言っても自分が気に入って乗ってるんで、他人の評価なんか別にいいと言えばいいので、そこまでストレスも感じません。ストレスポイントは10ポイントです。堂々の1位は生傷が絶えないというところですね。実際林道とか走ったら1日に何回もこけるので、どんどん傷ついてはいきます。で、傷ついても交換すればパーツ代は結構安いのでいいんですが、いくら交換しても林道に行くたびにまた傷が増えてくるっていうので、ここはもう傷ついたまんまにしているのが一般的になっています。このセローとかはこの傷こそが勲章ではあるのですが、いつの日か全部きれいにしてピカピカの新車状態に戻したいなと思ってます。ただ全てを新品に戻してしまうともう林道に行けなくなるので、いつ新品に戻すことやらというふうに思っています。この生傷が絶えないというところは、それでもきれいにしたいなと思うときには結構ストレスにはなるんですが、ストレスポイントは50ポイント、同類の1位です。青井茂雄のバイクの動画、はい、では以上でこちらのセロ250の欠点5選を紹介させていただきました。
正直言って今回の欠点5選っていうのは無理やり知恵を絞って考え出したっていうぐらいなので、正直言うとほとんどストレスないんですよね。本当に素晴らしいバイクだと思います。ただ人によってはそのストレスが許せないことっていうのもあるかもしれないので、ぜひ皆様が検討される際にはご参考にしていただければと思います。それでは今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画、皆様のお役に立ちましたでしょうか。もし役に立ったなと思われましたら、ぜひぜひ高評価、コメント、チャンネル登録いただけますと幸いでございます。それでは最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバイ。